どうも、しげしげです。本日は推しの大魔女、ネレが進化したということで、遊戯と組み合わせて英国の万竜やっていきたいと思います。ネレですが、リーダースキル76マス、ドロップ3個以下で消せない、HP4.2 倍、闇を6個以上つなげて消すと攻撃力25倍。まあ、コンボ加算だったり固定追撃もないしってところで、普通に76起動役として、遊戯とリダチェンで入れ替わってっていう運用になっております。スキル、進化スキルになっておりまして、最初ね2ターンヘイストできるの偉いですね。で、進化後のスキルは3ターンで、まあ、2ターン継続の属性吸収無効もそうなんですけど、左端1列を闇に、右端1列を回復にっていうのが、まあ、攻撃色も作れて、耐久するターンね回復も作れてっていうところでかなり優秀だと思っております。そして、まあ、無効貫通で火力出せるのと、超覚醒で浮遊を持てるというところで、超重力への適性もあるんじゃないかなというところで、今回は万竜に連れていきます。編成の詳細なんですけれども、先ほど言った通り、超覚醒浮遊にしております。アシストがヘラのカードで、副属性を闇に統一しながらの、まあ、無効貫通だったり、マスキブだったりを搭載しておりますと。潜在は上限解放です。これでカンスト42億を、このね、超重力ダンジョンでも叩き込むことができるようになっております。そして、リダチェンしていく遊戯ですが、こちらも超覚醒浮遊にしております。で、このね、水のマッハ、アシストすることによって、リダチェンをここに搭載しながら、無効貫通をさらに搭載することができるというところで、このキャラもカンスト狙っていけます。潜在は上限解放。あと、神キラーですね。で、フレンドさんが今回ね、この武藤遊戯ですけども、ここも副属性を統一したかったので、このキングクリムゾンアシストしております。HP も漏れるし、泥鏡も漏れると。で、潜在はドラゴンキラーが2つ、遅延が4つです。で、回復力がちょっとね、怪しいところもあったり、あと盤面の変換がね、せっかく76で行くのに45にされちゃったりもするので、セリカ採用しております。まあ、耐性も偉いですね。超覚醒超コンボ強化ですが、あんまり発動できません。まあ、他の選択肢にしてもね、あんまり意味もないといったところで超コンボ強化にしてあります。アシストがアレキサンダー武器、アレキサンダー大王の武器、潜在は HP 強化プラスプラス、遅延が4つです。で、今回回復役でウルトラマンベリアル採用しました。まあ、耐性も偉いんですけど、スキブも漏れる、かつ、ボスの半分のダメージを安全に受けることができるというところで、はい。あと、悪魔タイプ持ってるしね。うん。アシストが、エクゾディアのカードで、潜在が J マックスです。で、最後。ラジオはですが、PDC の画像だと、神キラーの遅延4になってるかと思いますが、そっちでいいと思います。上限解放つけちゃってるんですけど、42億は出ません。はい。で、潜在じゃなくて超覚醒、無効貫通、アシストがスズランの武器となっております。こんな感じのパーティーでやっていきましょう。はい、ということでまずバトル1ですが、遊戯の変身からやっていきましょう。リダチェンはまだです。で、先ほど言った通り、ネレのね、最初の進化スキルの1段階目のスキルが非常に優秀で、ここでヘイストを打てることによって、まあ、遅延耐性振ってなくても、まあ、ほとんどの場合で使えるんじゃないかなと思います。これが偉いですね。はい。で、2ターンヘイストを打った後に、遊戯の三色陣の盤面ですね、これ崩して、で、覚醒無効の回復でベリアルも打ったと思うんですけども、これによってダメージを普通に受けることができて、この次は威嚇を刺してっていう形の立ち上がりになります。はい、ここでアレキサンダー大王を使って、まあ、ちょっとで前回復しようと思って回復4消ししたりもしておりますが、しなくてもいいかな。はい。で、ラジオアが帰ってきたので、ラジオア使ってあげて、もろもろスキルを使ってリダチェン終わらせて、無効貫通で突破と。まあ、スキルダウンにね、威嚇させてから余裕はあるんですけども、まあまあまあ、溜めるスキルもそんなにないといったところで突破しております。で、2階に関しても、まあ、コンボ減算があるんですけど、そんなにこのパーティーコンボするわけではなくて、普通に闇の正方形組んだら倒せるんですよ、敵が。なんで、そんなにコンボ気にせずに、闇の無効貫通を組むことだけを考えております。まあ、ボス前とかになってくるとね、コンボ吸収があったりもするので、そこで、まあ、コンボも意識しなきゃいけないんですけど、道中に関しては、まあ、無効貫組むだけでいいかなという感じです。はい、ここに関しても、76番目にね、すぐセリカで、戻してあげて、2回無効貫通を組んでいくだけです。まあ、闇の供給的にね、ネレを使っちゃったりとか、遊戯を使っちゃっていたら、
まあ、スキルダウンフルで使ってダメ直せばいいんじゃないかなと思います。ここね、変換使えるスキルとしてネレとフレンドさんの遊戯なんですけども、ネレで本当は行きたいわけですよ。光諸葛だった場合ね、属性吸収も無効できるんで。ただ今盤面でね、両端を除くと闇ドロップが2個しかなかったので、1回盤面崩してっていうことをやっております。で、これで無効感が組めるのでネレ使ってあげて突破していきます。まあ普通にね、遊戯のダメージ吸収無効が2ターン継続なので使っちゃってもよかったんですけども、まあ万が一のね、その正歩形の組みミスみたいなことがね発生するのが怖い編成でもあるので、はい、まあ、余裕は持っておいた方がいいんじゃないかなというところで、このところではネレを使うという立ち回りを取っております。で、この次ですね、6回でまあボロボロのスキル打ち消しがあるのとアシストを剥がされてしまうんですけども、2ターン適当に耐久しましょう。ここに向けてね、セリカを温存しておくとかができるとかなり安心かなと思うんですけども、はい、このね、ドロップジャッカとかもまあ消せるなら消してもいいし、消さなくてもいいです。最終的にリーダーの方の遊戯のスキルを使うので、威嚇を刺すのでと同時にね、同郷が入るんですよね。これがまあめちゃめちゃ強くて、はい、これ結局打つので、まあ、適当に2ターンやり過ごした後にもう1ターンね、威嚇を刺してる間にやり過ごしてアシストが返ってきたら突破していくと。なんでまあ闇とか呼べたら一番いいんじゃないかな。編成じゃないや、変換を残した状態で突破できるといいかなと思います。で、今の抜いた後は超暗闇だったり、まあ、ルーレットが来るんですけども、ここの闇の供給はラジョアがいいんじゃないかなと思います。まあ、ルーレットを得意な人はね、ルーレットから闇取り出してもいいんじゃないかなと思うんですけども、はい、上書きしてルーレットを消すというね、ルーレット苦手な立ち回りになっております。で、ここに関しては消せないが来るのでウルトラマンベリアルを使います。で、まあ結構盤面偏っちゃうんでね、これで遊戯で闇変換して、まあ、ガッツリ消していきましょう。はい、火力はもうね、先ほどからネレはずっと42億が出てるので、足りるんじゃないかなと思います。で、バトル級、なんだっけ名前忘れた、芝居に関しては3ターン適当にやり過ごしてラスト1ターンでがっつり削って、超根性残り削り切るという感じの立ち回りですね。はい、適当にまあ闇呼んであげてそれでぶっ飛ばして、で、まあ、最後変換とかで、まあ、普通に飛ばせるんじゃないかなと思います。99の激減をね貼ってくるんですけどね、そんなに影響なく、まあ、しっかりね42億がさっきからポンポン連発できてるんで、それでなんとかなっております。はい、でこの次ですが、ここでまたね、盤面固定というか盤面変換というかをされてしまうので、ここに向けてまたセリカを温存しておいた方がいいんじゃないかなと思うところです。奪われたらすぐ取り返す。で、闇の供給で今回はラジョアを使っております。この無効を張ってる敵なんですけども、こっちはね無効貫通お任せあれ編成なので、ワンパンが余裕かと思います。で、バトル11、ここに関してはまあ適当に1コンボしてっていうやり過ごし方でもいいんですけども、結局ベリアルを使うところもそんなにないのでっていうので使って、まあ、ちょっとでも回復というところで、ネレを使って闇だけ温存する形で回復を消しております。で、この次のね、次で終わりにしてやろうの時のこの無効のを張ってきたターンで無効貫通を組んで突破しております。結局ベリアル使うのがもうボスの半分とかかなと思うので、まあ、そこまでに溜まり直すでしょうし使っちゃっていいのかなと思います。で、ここねなかなか苦手ですね、うん、10コンボ、まあ、11コンボ出さなきゃいけないってところはさすがに厳しいので、7コンボ以下吸収を引くまで耐久でいいんじゃないかなと思います。7コンボ以下吸収だって、まあ、8コンボ以下吸収でもいいんですけど、まあ、それくらいであれば遊戯を使って、まあ、コンボ加算かけてあげて、でなんとか突破できるんじゃないかなというところで、まあ、この編成ねめちゃめちゃ強いんですけど、あれだね、コンボ吸収には弱いというのが明確かなと思います。
で、ここの封刃フロアに関しては今ね遊戯を使って突破しちゃったのでワンパンしたかったんですけど、このねデバフが飛んでくるところがネレが食らっちゃうとワンパンはできないかなと思います。はい、なんで、またね遊戯をため直して突破という形になるんですけど、遊戯がまあスキルターンめちゃめちゃ軽いんでね、あっという間に溜まるかと思います。で、溜まり直したら使ってあげて、まあ、相手ヘイスト使ってくれたのか、まあそういうのもあるんで、はい、これでボス戦です。で、ボス戦に関してはこのね、ボスの進化前はリーダーの方の遊戯の全体エンハンスが非常に有効ですね。これめちゃめちゃ強いんですよね。盤面もいい感じに闇あるので、この盤面のまま、はい、遊戯のスキルを使って突破していきます。で、まあ、この後やることとしてはベリアルがいつでも使えるようにしておくということと、まあ回復、まあ、スリカループの使い忘れに気をつけるとか、そういう処方的なところになるかなと思います。で、まあ、この編成ね、まあ、使ってみたなのって、火力を把握できていなかったので、ここを初ターンで攻めに行っております。ネレからのベリアルも使っちゃって、ラジョア使っての闇のねゴリゴリの攻撃からの無効貫通2個とか組んでみたんですけど、足りませんでした。はい、多分ね PDC の画像のね神キラー振ってるラジョアの場合だといけると思うんですけど、はい、足りなかったということで、ベリアルを貯めます。ただね、まあ、見ていただければ分かる通り、セリカをちゃんと使っておいてあげれば盤面の回復もちょちょいと消しつつ、これだけで耐久ができてしまいます。で、ベリアル溜まり直したので、ここでまたね2つで攻撃していくんですけど、こんなことをしていても、クリアタイムが14分台だったので、まあ、めちゃめちゃ楽でしたね。で、最終的にそのベリアルを溜め直すっていう作業が入ったことによって、リーダーの方の遊戯がもう使えるので、さすがにこれを打てばもう半分は削り切れるというところで、もうこれで勝ちです。テレ使ってラグは使ってリーダーの遊戯使ってドロップジャッカも対策できると。で、さらに指も伸びてるので、まあ、しっかりね、超クライミングドロップ気をつけながら無効貫を2個組んでいましょう。はい、今残りドロップもいい感じに消してあげて余裕でぶち抜いて勝ちというところで、かなり強くなったんじゃないかなと思います。ネレ持ってる方は使ってみてください。さよなら。